はい、わたつ気合入れていきましょう。ロッカールームデイメンタルタンタンタンランタンタン。はい、のんたいらっしゃい。はい、みさきさんはどうぞ。はい、どうも、りょうへいらっしゃい。しゅいだねータラタタラタタ。パピコいらっしゃい。お熱を季節は過ぎ去ってく。走る走る俺たち、流れる汗はそのままに、いつかたどり。いや、あのね、カメラをね、急激にパッて向けるとたまに落ちる時があるんだよ。 USB がバグっちゃって、その現象っすね。大崎駅向こう側じゃないといけなかったから失敗したな。どうやって行こう。あー、階段か、きつ階段かよこの階段きついな。はい、ワード2、たくみさんいらっしゃい。この駅縛りがうずい。ただもうここまで来たらね、なんかね、ドラゴンボール集めてる感覚になってくるよね。スタンプどこっつって31歳になってスタンプこんな必死で探すやつ嫌だよな。上りはいいんだけど下りがね。でもね、この駅クリアしたらだいぶ楽になるはずなんだよね。お、レクチだ、いらっしゃい。休憩長めに入れたのありだったな。普段引きこもってんのはお前だろ、働けよ。駅スタンプどこだ。すいません、駅スタンプを探しているんですけれども。大崎駅のスタンプ。はい。あ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。次行こう。ありがとうございます。次はどこだ。次川沿いはどうやって行くんだろう。川沿いだから沈みよ。
駅員さんに言わないとね、ダメな駅があるんですよ。なんか川沿いだから、ほうほうほう、ボタンだ現在地、うん、なるほど、川沿いか。あと何個だ、あと6個、あと6個かな。五反田、目黒、恵比寿、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、あれあと7個、うん、川沿い行こうか。せっかくだから、ハートありがとう、ナイスファイト。こっち合ってんのかな。いやこっちじゃねえな。あー合ってるか、行くか。ニューオータニ東京っていうとこ右行くと、ニューオータニ、あーこっちか、ニュー大谷イン東京、ニュー大谷イン東京、現在地、いやショートカットするわ、ニューシティ、ニュー大谷イン東京、いやこっちから行っちゃう、うん、大丈夫、こっちから行くわ、大丈夫、まっすぐ行っちゃう。もう本当に10メーターのロスが命取りになるから、頭と体力だからね。ファイッファイッ、ゲットファイアンタフ、一人では解けない愛のパズルを抱いて、 Get chance and luck、 一人では傷ついた夢を取り戻すよ。うん、的確なナビがあるよね。ニコ生なんか間違ったのと合ってるのが乱立するからね。揺さぶりかけてくるから。アンチがあえて正しいのとか言ってくるからね。高度すぎるよね。アンチがあえて正しいのとか言ってくるから、もうわけわかんないよ。ニコ生に答え聞いたら、だってフワッチはね、もう的確なナビで的確なショートカットだもんね。冷やかしがちょいちょいあるぐらいだよ。やつら高度なアンチのテクニック使ってくるから、ハニートラップとかもいっぱいあるし、すごいよニコ生は。まずここどっち、右左っつったら、右左真ん中後ろ前とかもうめちゃくちゃだから、めちゃくちゃ、そう、そこに紛れて死ね死ねとか送られてるし、うん、ふわっちはリスナーの質高いね、うん。聞いてない答え全然来るかも。そうだね、ガブリンチョありがとう。お、戻ってきた、ナビゲーター戻ってきた、ガブリンチョ。愛する人を守るため、大切なものを築くため、海へ出たのね。嵐の中で戦って、突風の中生き延びてここへ来たのね。この港はいいところよ、
朝日が綺麗なの、住み着く人もいるのよ、ゆっくり休みなさい、疲れた羽を癒すの、だけど飛び魚のアーチをくぐって宝島が見える、コロナにも失わずに同じでいられると思う。こんなんでプロポーズするほど腐ってねえわ。ヘタレすぎるだろ、かっこ悪いわ。もっとかっこいいプロポーズするわ俺。人は弱いものよ、とても弱いものよ。負けないでが似合う、みんな言うよね。海を泳いだを見てました、ありがとう。鮫島さんに言おう、海なんて怖くねえっすよ。鮫島さん、海よりも山手線の方が怖いっすからって言おう。これ鮫島さんに堂々と言えるわ。海っすか、山手っすよ。多分ね、一番奥のやつで行くと思います。一番奥のやつで行きます。よいしょ。海も怖いけどね。海も怖いけどね。山手線ってほら、陰陽道で結界張ってるって話あるよね。まがたまになってんだよね。あの、成田山の木と、なんだっけな、成田山の、中央線は成田山の木と、あとなんだっけ、高尾山か。高尾山と成田山の木を巡らせて、中央線で陰結んで、新宿と皇居で陰と陽の木を混ぜてるんだよね。あの時は本当に江ノ島まで泳いだんすか。俺嘘ついたことないっすよ、配信で。泳いだよ。ドラゴンボールは何駅？ドラゴンボールは10月10日から始まるスタンプラリーで、あの山手線全部あったよ、各駅。東京駅はスーパーサイヤ人孫悟空だった。何個か、いや、なんかすごいとんでもない量あって、東京だけじゃなかったもん。千葉とか埼玉とか神奈川の端っこの方、横浜とか有名駅の方まで行かないとダメ。それはでももう歩きではやんないけどね。これ歩きでやったらクソすぎるよ、本当に。どんだけ暇なんだよってなる。電車でいいでしょ。江ノ島まで歩いた。あ、まあ歩いた、うん、ただ家帰って TS 見て絶望したよね。全く伝わってねえっていう。あれパソコン持って歩くべきだったよな。65駅か。あ、川ついた。なんか五反田は近そうだよね。こっからそんなに距離ないでしょ。もう難関乗り越えたでしょ。ありがとうございます、花火。業務連絡、業務連絡。新宿でスクワット20回です。業務連絡、業務連絡。スクワット20回です。俺の膝を壊しに来てる。リスナーが俺の膝をぶっ壊しに来てるからね。俺ね、ぶっちゃけた話ね、制覇できるよ、これ。
根性でなんとかなるけど、俺ね、多分ね、新宿でね、多分倒れると思うよ。膝がもう動かなくなると思う。目黒着いたら楽だよね。渋谷から新宿に帰ったことあるから、だいたいね、渋谷まで着いたら楽だっていうのはあったけど、まさかこんなに足がね、ダメになると思ってなかった。その体でやるんですか。うわぁ、俺人生で一回は言われてみたいセリフだったわ。かっこいいよね。人生で一回は言われてみたいセリフ。その体でやるんですか、和道さん。その体でやるんですか。いただきました。その体でやるんですか、いただきました。ありがとうございます。一度は言われたい言葉、俺のメモリーに刻んでおきます。足の皮もとっくに向けてますね。あれ、五反田駅ってあれ川で合ってっか、こっち合ってんのかな。いやー、言われたいでしょ。レクチー、その体でギター弾くのかって言われたくない。言われたいでしょ。やめとけ、その体でパソコンのタイピングは無理だ。言われたいよね。これリアルで言われたもん。その体でやるんですか、名言でしょ。あれ、川こっちで合ってんの。あれ、向こう渡んない、あれ川渡んないといけなかったんだっけ。うわ、マジか、川渡んないといけないんだ。うわ、喋って、おしゃ、うわ、おしゃべりが過ぎた。引き返さないと。え、これこっちで行けない、こっちで行けないかな。やだ、川渡れないんだけど。川渡れ渡れってずっと言われてたのに、渡るの忘れてた。いや、反対側の駅行こう。アホだな。アドレナリン出るんだけど、もう痛みはないよ。もう多分ね、血だらけになってると思う、足。花火は罰ですよ。花火は罰ですよ。こっち側から行けっかな。なんでこっち来ちゃったんだ。ああ、3回ポイントありますが、次で渡れば問題ないでしょうか。最後のポイントだったんですよ、多分。だから左側に来ちゃったんだよね。まあしょうがねえよな。今一つ目わかんない。もう駅目の前だから、駅目の前で、ああ、これで行けるかな。まあいいよ、とにかく行くよ。いやー、花火きついね。花火禁止ですね。できれば今パフェが一番欲しいね。パフェが、あ、川渡れるわ。立橋で川渡れる。今日花火はね、逆側でもいけるよね。川渡んのかよっていうね。すげえな、ボタンだ。おっしゃれ。これ神田川なのか。ありがとうパフェ。あとどれくらいで終点ですか。もうそれを知りたい感じですね、僕は。とりあえずね、駅は7個ですね。7個、あと7個。だけど時間はどれくらいかかるかわかんないですね、正直。もう足がぶっ壊れてます。パフェありがとう京子ちゃん。もう正直もうわけわかめですよ。わけわかめです。
まだまだっすね。すまん、寝る。おやすみ。トークが続いてるのがすごい。一回ダメになりそうになったけどね。一回ぶっ壊れたけどね。痛みが引いてきた。痛いけど、その、もう声出してないと歩けないっていうレベルからなんとか立ち直った。ただね、もう左足はもう完全に吉行とかしてるから。俺今日から左足のこと吉行って呼ぼうかな。洗浄あるな。タバコ吸ってこうかな。どうしよう。でもこっから先タバコ吸うポイント結構ありそうだよな。なんかそういうの片方に来るけど、やっぱ歩き方、いや違う、これが原因。もう分かってる原因は。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。